私が走り始めたきっかけが、まさに2011年の東日本大震災。あの時からジョイセフが、東北の女性たちの支援をするようになったんですけれども、でそこで出会った67歳の女性がですね、私に話してくれたことが本当にきっかけだったんですね。彼女は私と同い年の娘を津波で亡くしていました。でその女性の子供たちを育てている状態だったんですけれども、その時にとにかくあなたはあなた自身が健康で体力をつけておくようにと言われたんです。その女性、私と同い年で亡くなった女性は37歳で、上の子が7歳、2番目の子が5歳、一番下の子が2歳、2歳の子を抱えて一緒に3人の子供たちと一緒に逃げてたっていうことだったんですけれども、第2波が来た時にですね、上の お兄ちゃん7歳5歳のお兄ちゃんたちは自力で屋根の上に自分の体を登ることができたんだけれども、その2歳抱えてた子をお兄ちゃんに渡して、でそして彼女は、自分の体をですね持ち上げることができなくて第2波で流されたって聞いたんです。彼女は涙ながらに、あなたは子供がいるのって言われたので、3歳の娘が1人いますって答えたら、その子を抱えて逃げ切れるその体力をつけておきなさいって言われました。で私はその当時運動も全く無縁になっていましたし、今よりも10キロ以上太っていました。とても健康的な状態ではなかった。でこのままだと私が何かあった時に子供も守れないし、自分自身も当然ながら、命を落としてしまうかもしれないって思い、本当にその時の言葉が衝撃的で、帰ってきてから友達たちにその話を聞いてきたことを共有して、まあ、そこから私のジョギングが始まったわけなんですよね。でやっぱこういったことっていうのは非常に共感が得られて、私もということで、私も体を動かして健康になって体力をつけようっていう周りに仲間が増えました。で私たちせっかく集まってみんなで走るんだったら、じゃあ集まった時に100円参加費をみんなで出して、でそれをジョイセフを通じて被災地に寄付をしようというようなことも活動を始めました。それが今でも続けている静岡でのヒップスというランニングのコミュニティがあるんですけれども、まずそこがまず私の走り始めたきっかけです。